どうちゃです、今日なんですけど、勇気橋本から 23SS4 回目とかですかね。これラストですかね。はい、デリバリーございましたのでご紹介しようかなと思います。今回はまあパンツが多いんですけど、シャツが、はい、一方入ってきてますね。ボタンダウンのシャツで、はい、これ今期のちょっとキーグラフィック、はい、キーモチーフがプリントされた、まあ、前回のノースリーブのプリントと一緒ですね。はい、こんな感じです。で、ボタンダウンでちょっと軽くウォッシュがかかって、こういう風にね、全体的にちょっとダメージ加工が入ってます。ちょこちょこ、はい、後ろもねちょっとね入ってる、ちょっとダメージ加工シリーズということで、ボタンダウンのシャツです。で、スラックスですね、一肩二色でございます。ちょっとワイドめの太めのものでございます。これね、ちょっと前に入ってきたジャケットとセットアップなんで、ちょっとセットアップでね着てみようかなと思います。はい、2色です。で、今期の一番推しですね、はい、私的デニムが、入ってきました。これそれぞれですね、形自体はファーストバナーで入ってきたワークパンツ、ツイストのワークパンツがあったと思うんですけど、それと形は一緒です。はい、でデニム生地で、これがまあウォッシュドって感じですかね。ウォッシュド、インディゴとブラックで入ってきてます。これが、はい、ウォッシュの加工の入ったもので、もう一方がこれクラッシュですね。結構激しめなクラッシュ加工が入っているものでございます。これ僕買いました。はい、ちょっとね、今季このねデニム、うん、今までこういうちょっとウォッシュが入ったデニムとか、こういうクラッシュの加工のデニムってあんまなかったと思うんですけど、今季ちょっと、はい、新しい感じでこういうデニムが入ってきてて、これがねシルエットもそうですけど、加工と相まってね、めっちゃかっこよかったんで、はい、ブラックデニムのクラッシュデニム、ちょっとこれを買おうかなと思ってます。はい、じゃあちょっとシャツからいきます。こんな感じですね。はい、最初いっていきます。こちらサイズ46で、お値段が4万円です。こんな感じですね。サイジングはね、結構ゆったりめですね。ゆったりめ、46でこれなんで、結構オーバーめな、オーバーサイジングな感じでございます。はい、ちょっと緩めのサイジングですね。前閉めるとこんな感じです。うん。結構ゆったりめのサイジングでございますね。で、ボタンダウンです。プリントこう入ってて。ちょっとこうストリートっぽいですね。テイストがね、若干ストリートテイストというか、はい、そんな感じです。で、まあ、前開けるとこんな感じで。ちょっとバサッとね、バサッとこう羽織れるような感じですかね。袖めまくってみたりとかしてもいいのかな。ちょっとダークな雰囲気でかっこよくないですか、カラーリングも。はい。でね、生地は、はい、綿100の、はい、オックスフォードの生地ですね。オックスフォード地です。なんでね、ちょっと生地自体はね、カジュアルっぽい生地だし、加工もね、ちょっとこういう、うん、クラッシュ加工みたいな感じなんですけど、まあこのカラーリングとね、このプリントね、これでまたちょっと違う印象に仕上げてるっていう感じでございます。なんでね、これ、まあ、これから着て、洗ってって繰り返していくと、多分この辺のダメージの、具合とかね、あとそうじゃないところね、ダメージ当たってないところも結構風合いが増してきて、ちょっとユーズドっぽい感じで着るのもかっこいいんじゃないかなと思います。次スラックス、ちょっとセットアップでね着てみました。今回入ってきたのはパンツです。はい、こんな感じです。はい、最初にできます。こちらサイズ44、お値段4万7000円ですね。ちょっとより分かりやすくです。はい、こんな感じ。割と太いっすよね。ちょっと、まあ、太すぎず極太ってわけじゃないですけど、普通にワイドストレートの感じのシルエットです。もうこの辺からパーンと、ストーンと落ちてくるような感じですね。で、ウエスト周りはね、割とちょっとゆとりもあって、はい、こんな感じです。でね、これやっぱね、生地がめちゃくちゃいいんですよね。生地、ウール100の生地なんですけど、すごい張り感があります。めちゃくちゃ張り感がある。で、若干光沢もあってね、これはすごいですね。トゥルントゥルンするというか、生地が張りがあって、張り腰がやばいっすね、この生地。うん、いいっすね、こう生地がめちゃくちゃいい。
はい、すごい特徴的な生地ですかね。あんまない、うん、ちょっとサラッとした、まあ表面サラッとしてるんですけどね、やっぱあのウールの一般的なスーツ地とはちょっともうちょっと違う、うん、ハードさというか、ね、ソリッドさがあります、ね、上下で言うとこんな感じです。かっこいいっすね。これブラックでね、全身ブラックで揃えてるんでね、やっぱよりこういうジャケットのこういう金物とかが引き立ってきてかっこいいです。ちょっとマスタードもね、こっちもなかなか渋い色合いで、はい、からし色というかね、ですね。じゃあ最後ちょっとガチ押しデニム貼ってますクラッシュのデニムです。はい、これ私が買います、買いました。サイズ44、お値段4万円ですね。はい、こんな感じです。これがね、このツイストのシルエットがね、立体的でね、絶妙なんです。まあちょっとワークパンツの時もご紹介しましたけどもね、結構こう立体的でですね、うん、かっこいいんですよ。裾がね、結構ボリューミーな感じというか、裾がちょっと特殊なパターンしてるんですよね、はい、こういう感じで前下がりになってるんですよね。なんで後ろこうやってやると分かりやすいかな、はい、こういう感じで前が前にね、こうやって前の方がちょっとこう長いんですよね。なんでちょっとこう靴をカバーするというか、ちょっと包み込むような感じの、デニムになってますね、はい。裾がちょい長めです、はい、どうですか、これ結構ボリューミーでね、かっこいいんですよね、うん、いいっすね。これはなんか非常に新しい、うん、今までの勇気橋本ともまた違ったアプローチというか、かっこよくない、この形好きなんですよね僕、パンツの、うん、ウエストはねちょっとキュッとコンパクトなんですけど、そこからちょっとこうブオンとボリューミーな、ボリューミーなし、ちょっとねもう裾とかもズルズルに吸って履こうかなって感じです、はい、ちょっとフレアっぽくも見えるかな、だからかっこいいね、かっこいいっす、はい、で、一応これ形全く一緒なんで、こっちはウォッシュ加工ですね、ウォッシュオンリーで、こっちはウォッシュプラスクラッシュっていう感じなんで、はい、形自体全く一緒です。ただこれこんだけか、ね、加工乗ってて4万円は非常に値段も素晴らしいなんで、こっち3万5000なんでね、値段だいぶ値段も素晴らしい、買いやすいかなと思って、なんかちょっとこういうバギーデニム、クラッシュデニムお探しの方おすすめ。はい、そんな感じです、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインリンクはございませんので、よろしくお願いします。そんな感じです。では。